はい、こんにちは。ブジョクのジモモンデオです。今回はね、エアコンご紹介しますというか、買い替えましたというか、壊れました。いやーね、痛い出費ですね。こう、欲しいものを買う時の出費っていうのはね、もうね、もちろん自分が欲しいのでね、納得できるんですけどね。物が壊れてね、買い替えるのが急に来る出費っていうのはね、なかなか痛いものがありますよね。今回ご紹介するのは、三菱のエアコン、霧ヶ峰シリーズでございます。MSZ-ZW4019S というモデルです。これ19年モデルになります。今ね、もう20年モデルへの切り替えの時期なんですけれども、20年モデルはね、めちゃくちゃ高いので、19年モデルをチョイスしています。これまではダイキンのエアコン使ってたんですけれども、8年でね、壊れました。温風もね、冷風も出なくなって、このようにリモコンで、調査したらエラーコードが出まして、冷媒がね漏れているというかガスがないというような状態でした。これ結構くせもんで、出張費かけてね見に来てもらってガスを補充してもいいんですけども、結局ねまたねすぐ抜けたり、その原因追及するのに室外機から漏れているのか中から漏れているのかってまた調査するとね時間と費用がかかるということで、もう思い切って今回買い替えました。今回14畳用のモデルです。 200V 電源ですね。もう霧ヶ峰というとね、もう特徴はこのムーブアイといって、ここにねこの出っ張った部分でこう回転しているねセンサーがあるんですけれども、これによって部屋の壁の温度だったり体感温度、人がどこにいるかっていうのを検知してくれるというね便利機能があります。では最新のエアコンね、めちゃくちゃ多機能でしたのでちょっとご紹介していきたいと思います。いざねエアコン買い替えとなると、エアコンについてのね情報収集なんて全くしていなかったので、ほんと最近のエアコンの機能とかね、わからずね、やっぱりね、カメラとかそういうのはね、ずっとね、ウォッチしてるんでわかるんですけども、こういった家電っていうのは毎年買い替えるもんでもないので、なかなか情報がね、わかりませんでした。ちなみにお値段15万円しました。そして工事費が2万5千円かかってます。うちね、3階建ての2階にこのエアコン設置してあるんですけれども、これね、工事もね、なかなかかかりますね。家の外壁に合わせて外の管というか、あのカバーをね、色がね白とか黒じゃないんですよね。ですので脱着しなきゃいけないんですけれども、1メーターごとにね脱着の費用がね2000円だったかなかかると。そしてなおかつ配管も延長しないといけない。そして2階なので高所作業が発生5000円だったかなするということで、標準工事にプラスして2万5000円の15万円プラスということで、17万5000円ぐらい買い替えにかかりました。いや、エアコンはねなかなか痛い出費ですね。これ10年保証入ってればよかったんですけど、8年で壊れましたので、今回はちゃんとね10年保証入りました。ではちょっと機能見ていきましょう。このモデルラインナップとしては、そこそこね機能を搭載した、まあ上級に近いグレードなのかな、なんかね標準モデルとかねエアコンにもいろいろとランクがあるようで、まあそこそこ機能を搭載したモデルのようです。まずリモコン見ていきましょう。今まで使ってた左側がねダイキンのエアコンなんですけれども、もうリモコンの大きさからしてね全然違いますね。こんな感じのリモコンのもう倍近くあるようなね大きさになってますので、ちょっとリモコンあんまり大きいの嫌いな方はこれね合わないかもしれませんけれども、最近のエアコンはねこんなに大きいリモコンになってるんだなっていうふうに思いました。使ってみて感じたのが AI 機能の素晴らしさと、やっぱりねこのムーブアイがすごいなというふうに感じました。回転しながら部屋の状況を検知してくれます。微妙な時期に壊れてしまってですね、この時期だとね19年モデルと20年モデルが併売されておりまして、20年モデルはね高い。スマホとのね連携機能でなんか部屋の中の温度、まあムーブアイが検知したのをアプリとかでねサーモグラフィーみたいに見れたりするような機能も搭載されているようで、めちゃくちゃ惹かれたんですけども、今回はまあね値段に負けてというか、まあ基本的な機能があればいいやということで今回19年モデルにしました。基本はねこのもう AI 自動でいいです。これまでねまあ結構まあエコ自動と言いながら暖房か冷房かっていうのもね手動で切り替えてたんですけれども、今回このモデル使ってみて本当この AI 自動っていうのが便利で優秀だなと感じています。こういった家電まで AI の機能が搭載されてくる時代になったんだなと実感できます。これ学習をね毎回してるようで、学習はね事前に学習したものを適用してるのか、この部屋のね状況を常に学習しながらっていうのか、ちょっとねそのあたりのアルゴリズムわかりませんけれども、いつリセットされるんだろうとかね、間違った学習しちゃった場合リセットしたいなとか、そういうのはねまあいろいろと思うとこあるんですけれども、まあねこのボタン一発押しておけばもうね安心というような感じです。こんな感じ。画面の液晶はね若干見にくいですけど、このバックライト搭載されてますので夜でも見やすいですね。
こんな感じで分かりやすく AI 自動25度と出てます。そして温度がね 0.5 度刻みで調整できます。すごい、もうこれぐらいの細かさで制御できるようになったんだなっていうねように実感いたします。これまで結構ね温度設定しても暑くなったり寒くなったりこうオンオフを繰り返してたんですけれども、かなり優秀で体感温度まで考慮してくれますのでオンオフしなくても良くなりました。ではちょっとざっと見ていきましょう。非常に多機能なんですけれども、このようにボタン数は前のねモデルよりもだいぶ少ないです。その理由としては、まあ、メニューからこんな感じでねもういろいろ設定できるようになってますので、ワン機能ワンボタンっていう時代ではなくなってきました。 AI 自動の時に働くムーブアイは何をね検知してるんだろうと調べてみたんですけれども、内外の温度と湿度と体感温度と、日射熱と住宅性能を見ているようですね。そして冷房除湿送風を切り替える、暖房送風を切り替える、まあ、これらを自動でやってくれる機能です。人間のね体感温度っていうのはその部屋の温度だけじゃなくて壁の温度とかねそういったものも影響しての体感温度ですので、そういったところの予測体感温度みたいなものも算出して自動的に制御してくれるという、もうね賢いエアコンですよね。ではちょっとメニュー見ていきましょう。こんな感じで便利機能、ピュアミスト、これはね電気を帯びた水の微粒子を放出することで匂い花粉を軽減してくれたり、まあ、今流行りじゃないですけどねウイルス菌カビを、ね、抑制してくれるというような機能です。あとハイパワー、その名の通りハイパワーですね、快眠、静かに運転してくれます。フィルター掃除、これは、ね、自動的にフィルター掃除をする機能です。そして暖房10度ということで10度キープしてくれる運転です。ランドリー、部屋干しするときに使う機能です。タイマー、タイマーもねこんな感じで前回と同じとか登録した予約とかね機能がかなりあります。次、見守り機能、こんなのもあるんですね。カビガード、これはね長期停止中にカビが生えないように自動的に運転してくれる機能です。特に冬から夏とかね、夏から冬の間エアコンつけない期間がありますよね。そういった時にこれをオンにしとくとカビが生えそうな時に定期的にね中の空気通気をしてくれるような機能みたいです。そして高温見守り、低温見守りというのはこれもねエアコンつけ忘れ防止、予約し忘れ防止に役立つかなと思います。高温になりすぎると自動的にエアコンが働く、逆に低温になりすぎると自動的にエアコンが働くということで、例えばペットなんかいた時にね真夏日エアコンをつけ忘れたり予約し忘れたりっていう時にこれオンにしとくと本当の高温にならずに済むのかなというふうに思います。使ってない時にも見守り機能というような機能がねついているっていうのは非常に便利ですね。送風、風の設定、 AI の場合はもう全部自動ですので調整できませんけれども、風の強度が設定できます。細かな設定もうこれね取り付ける位置からね壁のどちら側につけてますかとかね、そういったのが設定できます。チャイルドロック、ピークカット、これはね電気代気になる方、このピークカットを使うと最大運転の電流を 25% 下げてくれたり、停電自動復帰、そしてムーブアイね使うかどうか、そしてスマートストップ、人がいなくなると自動で省エネ運転してくれます。これもムーブアイがあるからこそできる仕組みですね。内部クリーン、これはね運転開始時と停止後に作動するようにしてます。ムーブアイの動作、まあ、ゆっくりか通常かね、目玉が動くんですけれどもね、オール電化かどうかというのと電気単価も設定できます。こんな感じのねメニュー、非常に多くの設定化項目がありますので、いやなかなかねすごい機能を搭載しているなというふうに思います。リモコンこんな感じです。シンプルですね。そして AI ナビというのを押してみましょう。こんな感じで今の状況を分かりやすく表示してくれます。室内の方が今高くなったので微風の運転をしているという状態です。快適な体感温度になるよう運転しています。そして電気代です。過去30日分で1076円、そして今の室温の体感温度25度で、私今ねここに座ってますので、すごいですねこれ、エアコンの斜め前に本当にこの位置にいます。ですのでこんな感じで人がいますよというのが表示されております。手動で制御したい場合は冷房、除湿、暖房、こんな感じでシンプルに、本当に表示はシンプルで細かい設定はメニューからできるというような感じになっています。羽はかなりね2枚の開口が大きく開くタイプです。運転停止したので今内部クリーンを実行しています。非常にスマートなエアコンもあるんですけども、このエアコンはこんな感じで結構ね
前に出っ張ってる感じですね。やっぱりエアコンはね、なかなかコンパクトにはならないですよね。そしてこのエアコンのいいところはメンテナンスがしやすいというところです。自動でのクリーンモードがね、各社揃えているんですけれども、とは言ってもね、やっぱり汚れが溜まるっていうのがね、前回のダイキンの商品でもね感じました。ですので、もう物理的に掃除がねしやすい方がいいかなと思って、そういったように掃除がしやすいモデルを選択しました。本当エアコン選び悩ましいんですけれども、メンテナンス性がいいということで、ここね、今こんな感じでパカパカッと外すと、もうねこれフィンが簡単に外れます。そしてここのねフィンがね掃除しにくいんですよね。このように下側も簡単に外れます。そしてここを引っ張ってやると、ほらこんな感じで、どうでしょう、前にフィンが出ますので、もうねもろここにローラーがあります。ここ掃除ができます。そしてフィンも掃除ができます。この仕組みにね惚れました。これめちゃくちゃ掃除がしやすいですね。いいですよ。これは結構ねここにカビが生えてくるんですよね、長年使用していると。これめちゃくちゃ掃除がしやすそうですね。もう手めっちゃ入りますし、ここローラーもね掃除が直接できます。このようにローラーが丸めですし、フィンもめちゃくちゃ掃除がしやすいです。ということで、メンテナンス性の高さを非常に私は買いました。ということで、今回は三菱のムーブアイ搭載した霧ヶ峰ご紹介しました。なかなかねこういったエアコン買い替えるタイミングってないかと思いますけれども、最近のエアコンっていうのはすごい賢くなってるんだなというふうに実感しました。いや、痛い出費でしたけどね、まあ、快適に過ごせるようになったので良しとしたいと思います。ちょっと参考になるか分かりませんけれども、エアコン壊れた方、買い替え検討されている方、参考にしていただければ幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございます。